9月23日、大街道でボーイスカウト松山地区協議会と連携した放置自転車対策を啓発する取り組みが行われました。この取り組みは近年社会問題の一つとして取り上げられる自転車のマナー向上を目的に、秋の全国交通安全運動の期間に合わせて松山市とボーイスカウト松山地区協議会などが連携し実施されました。この日、ボーイスカウト松山地区協議会をはじめ、松山東警察署や松山市職員などおよそ50人が参加し、通行人へチラシを配り、プラカードを持って駐輪場の利用などを呼びかけました。ボーイスカウト運動の奉仕の心を持って今回活動できたことはとても良かったと考えております。このような機会を捉え、スカウトをはじめ青少年の年代にもこの放置自転車についてしっかりと考えてもらえればと思います。今後もボーイスカウトは様々な活動を通して地域貢献につなげていきたいと思います。歩道や点字ブロックの上や狭い道に放置している自転車があると聞いて、とても危険だなと思いました。一人一人が注意してマナーが向上すればいいと感じました。松山市によりますと、今後も自転車のマナー向上や駐輪場の活用について啓発を続けていくとのことです。